Xbox リワードで貯めたポイントを600円分の Amazon ギフト券に交換できるようになりました。魅力的なサービスにもかかわらず、知っている人が少なく、その方法も少し分かりにくく感じたので動画にしてみました。この動画のほか、ゲーム BGM やマインクラフト動画、Xbox の実績に関する情報をアップしているので、よかったらチャンネル登録もお願いします。今回紹介する項目はこちら。Amazon ギフト券の交換方法。Xbox リワードについて。Xbox リワードポイントの貯め方。最初に Amazon ギフト券の交換方法についてです。1. Xbox で検索し、Xbox.com にアクセス。2. 右上のサインインをクリック。3. マイクロソフトアカウントでサインイン。右上のアイコンをクリック。5. マイクロソフトアカウントをクリック。リワードをクリック。7. ポイント利用。8. Amazon ギフト券。9.5250 ポイントと600円のギフト券を交換します。今回は2071ポイント不足していたので交換はできませんでした。動画を作成した2022年5月21日現在、サイトのみ Amazon ギフト券が交換可能ですが、いずれ Xbox 本体の Xbox リワードからも交換可能になるかと思います。続いて Xbox リワードについて簡単に説明します。公式が運営するポイントサービスです。今回は Xbox One 本体からやり方を紹介します。 1. サインインしマイコレクションに移動。 2. アプリを選択。 3. マイクロソフトリワードを起動。 4. アプリの詳細をご覧くださいを実行。 5. 引き換えを選ぶと貯まったポイントを特典と交換できます。 Xbox 本体では Amazon ギフト券の項目がありません。 Xbox ギフトカードと交換すればマイクロソフトストアで買い物ができます。最後に Xbox リワードポイントの貯め方について紹介します。 1. 画面上の獲得を選びます。 2. リワード週ごとのセット。 3. クエストのような感じで達成するとポイントを獲得できます。項目の右上にある黄色い数字分のポイントがもらえます。おすすめゲームのページを閲覧で10ポイント、3日間毎日起動することで40ポイント、実績を 200G 以上獲得すると50ポイント。PC 向けのリワード獲得方法もお伝えします。 1. 最初の項目で紹介したリワードまで進めます。 2. クエストとパンチカード。 PC 向け Xbox ゲームパスを選びます。 PC 向け Xbox ゲームパス加入者は簡単に100ポイント貯まります。 3. その他、ブラウザを使ったクイズを遊びポイントを貯めます。以上となります。今回は簡単に265ポイント貯めることができました。ダウンロードゲームを購入したり、サービスを利用するともらえるポイントもあるので、こまめにチェックしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。